です。15分だけ配信します、はい、おはよう。寒すぎるね、日本。一気に寒くなったなって感じがしますね、すごく。なんか一気に寒さを感じて、昨日布団を出しました。毛布昨日出しました。ガチあくび。でも昨日毛布出してたらもう私さ寝れなくね。もう私寝れなくね、冬とか。終わった。翔さん野球ボールありがとうございます。冬とか寝れない。でもまあ多分さ、日が当たってないだけでさ、なんか外の方があったかい説とかはありますよね。あるある、わかるわかる。そう、メガネです。今移動中に寝たくて、もうねこの時間だったらいつも全然普通にコンタクトなんですけど、移動中に寝たくて、コンタクトだと目が開かなくなるので移動中に寝ちゃったら。そう、なので今はメガネ。ジェット風船とボールあるとどうしても投げたくなる。野球ファンやん。完全に野球ファンですね、それはもう。山形って何時間くらいで着くの？
でもそんなもんなんだ。あ、意外と富山より遠いか富山より遠いのか。富山ぐらいまでが私が乗れる限界範囲なのでそう、もう私は新幹線に乗ると2時間で起きちゃう体にできているので。そうなんですよ。なので私が乗れる限界は2時間なの。ポロシさん、ハートありがとう。そうなんですよ。だからね、2時間超えたら暴れ出すかもしんないもう乗ってらんないよもう無理だよ。気をつけます。ビビトさん、野球ボールありがとうございます。すごい、野球ボールの人が野球ボール投げてんのめっちゃおもろいんだけど野球ボールのアバターの人が野球ボール投げてる。あ、終わっちゃった。ずっとだからこのアリーナで飛んでた野球ボールが。おもろすぎ。あ、めっちゃボールがボール投げてるという人さん、ありがとう。めっちゃおもろいボールがボール投げてる。昨日の夜、本当に深夜、え、なんでか分かんないけど、なんかスイッチが入っちゃって、あの大丸東京さんのなんかところの大商店で見た私が着たことある過去の衣装の写真が残ってるやつがあったらなんですけど、それをそのなんかいい感じにしてストーリーズにめちゃめちゃ載っけたのでいや、お前寝ろよって感じなんですけど本当になんでか分かんないけど、なんかやってて、そう、あと奈良のご飯のやつもやんなきゃ、これ食べたよ奈良でっていうのやんなきゃ。あの、それぜひストーリーズで見てください。あの、違う、ツイッターにもURL 載っけたので、それを1枚目として、そっからどんどん2枚目3枚目って見ていただけたら全部見れるんじゃないかなと思っているので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。ちょっと頑張ったので、いや本当に寝てって思うんだけど、
自分でも終わった後になんで寝てないんだろうって思ったんですけど。うん。マボルシさん、サイリウムありがとう。そりゃあくびも出るわな。朝からブンブンにぎやか。あ、でも全然寝ましたよ。5時間くらい寝た。2時、うん、多分全然寝たよ。なんか全然寝不足ではない。けどもっと寝れたよねっていう感じ。まあでも私的には本当に一生寝てたいので、そう、5時間、まあ8時間寝ても足りないんですよね。寝てたい。仕事だから起きなきゃ。そう、山形行かなきゃ。置いてかれる。15分経った。私も着替えなきゃ。
ありがとう。早配信ありがとう。市長公演 in 山形です。本日は会場は広いって、ステージは広いって聞いてるので、全力で楽しんでいきたいと思います。わかんない、結局広くないかもしれないけどね、よくあるので、広いって聞いて行ってみたら狭かったみたいな。ね、今日ピョンズ多いみたい。あの本当にサイリウムピンクと白で振ってってほしい、頼む、うん、頼む。そしたら探せるから。そう、なんか今日なんかこれまでにないくらいいる、行くよーみたいな人。なんかもしかしたらその客席自体はそんなに広くないかもしれないけど、ステージは広いって聞いてる。客席の広さはあんま聞いてないとりあえずサイリウムピンクと白で絶対お願いします。頑張って見つけるので。だからピンクと白だったらピョンズレーダーがピピピピピって反応するんで、私の中の、はい、ピョンズレーダーを反応させてください。ということで、それでは着替えます。また夜できたら夜、山形で会える皆さんを山形でお会いしましょう。よろしくお願いします。ありがとう。みんなもなんか山形の来られる方は山形のご飯食べてください。あんま別に山形の人とかじゃないけど、全然全然山形へもゆかりもねないところなんですけど、はい、それではまたね、ありがとう、バイバーイ、おやすみまたね。